そんなに帽子ふわふわだったかな。マリオだよ、世界のマリオだよ、ニンテンドーだよ。そんなことはない。もう遅刻ね。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。シューマイのタワーディフェンスの特許申請中のさやです。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、半生まれひよころぼ。なんだ。かわいくない。かわいいけど足キモいわ。足いっぱいあった方が早いかな。その発想は頭悪いよ、絶対。ねえ、ちょっとよく寝たの今日。はい、ということで今回ですね、はい、こちらでございます。呼吸、あーなんであーって言っちゃったの。でもここかけなかったんでしょうね。ということで、はい、もう早速いきます。今回やってく企画はこちら。デドリプロの絵師が一息でいろんなキャラクター描いてみた。ふー、プリン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 。はい、ということで今回は、はい、もう呼吸と書いてあって何のこっちゃって話なんですが、はい、人間は生きていく上でですね、必ず必要なものがありまして、うん、はい、呼吸なんですよ。息しないといけない。そう、必ず息をしないと我々生きていけない。その不自然な息するやついる。ただただよくありますよね、息を止めて素潜りチャレンジとか、あとは息を止めるギネス記録とか、まあ、そういうのがあるんですけど、はい、なんと我々絵描きなので、うん、息を止めた状態で絵を描けるんじゃないかと。で、息止めてる間しか絵が描けないという狂ったチャレンジですね。はい、あ、ワンブレスドローチャレンジみたいな感じで海外の方がやってたのを見たんですよね。おほうほうほう、はいはい、なので夏目さんにもちょっとやってみようかなと思います。はい、じゃあ今から早速やっていくんだけど、うん、はい、まあ、息止めお絵描きをするにあたってですね、はい、まあ、皆さんにまず第一注意事項があるんですけども、はい、こちら別に危険なチャレンジを推奨する動画ではございません。健康を害するレベルでやったりはしないので、はい、皆さんもしね、そういうチャレンジする時でも常識の範囲内で遊んでみてください。はい、まあ、第1回戦目はちょっと簡単なお題でいこうかと思って。じゃあ1回戦目お題でございます。で最後、はい、まあ、本音してきたらね、うん、まあ、最後こうですよ、うん、おかしいだろ絶対。一人画風ちげえじゃねえか。でここから、うん、簡単にして、はいはいはい、でこうランダムで弾いていただくという感じですね。はい、まあ、ということでじゃあこちら、はい、さやぴこれいくよー、聞きました、せーの。嘘じゃん。嘘じゃん。ねえ、やらせなしだよこれ。これやらせなしだと今、ね、全然なかったよこれ。1回戦目は簡単って聞いてました。これ1分あっても書けねえよこいつ。よし、じゃあいきましょう。じゃあ第1回戦目、ガノンドルフとカービィ、はい、いきます。よーい、スタート。待って、どういう顔がいい。待って、気づいた。なんか2人これ2人同士で書いちゃいけないんじゃないのこれ。誰も喋る。これ編集者さんがひたすら夏目さんちのさ、うん、実況をさ、テロップで打ち続ける羽目になっちゃうこれ。息を止めております。呼吸音が聞こえません。息を止めております。元気です。違うよこれ、ダメだよ。ダメ、1人ずつやらなきゃダメ。1人ずつだ。マリオ、ピカチュウ。はい、まあ、ということでマリオとピカチュウ、息を止めながら書くということですよ。はい、ちょっとおやらかしましたんで交互に、うん、そうじゃあさやさんからいくよ。よし、任せてください。できます。はい、第1回戦仕切り直しまして、仕切り直しでさやさんいきますよ。大丈夫かな、今なんかいい息吸ってたのかな、ちゃんと。あ、さやさん息止めてます。すごい、ちゃんとしてるよ、ちゃんとしてる、ちゃんと止めてる。なんかピカチュウなんかおかしくないそれ。黒い部分長くないそいつ。はいはい。あ、でも20秒。あれ、さやさん意外と持つね。ちょっと腹立つ顔してんな。ねえ、なんでちょっとさやさんの顔入ってんの。腹立つそのピカチュウ。何それ。ピカチュウなんで手だけそんな妙にディテール細かいんだよ。やだ。キモい。ピカチュウじゃないよこれ。あ、でも50秒止めてる。やるねさやさん。
すごくない？それ50秒も息止められるの？止められる。え、なんでなんで？水泳部だし。水泳部だったんだ。うん、でも待って待って、キモいんだよ。割とこう初期のピカチュウ、マスコット化してないピカチュウね。確かに。で、水泳部だ。まあいいでしょいいでしょいいでしょ。はい、あ、でも任せて。サヤさん水泳部でしょ、うん、ゲンさんの元吹奏楽部なんで、二人合わせて水水部というわけで。違う、なんで合わせた今。始まっちゃって。謎に一回自分で操作する時間が入りましたね。あ、ちょっと待って、釣られてさ、私もさ止めちゃうんだけど息。あー苦しい。かけてる？マリオ。全米がマリオと認めなかったらマリオじゃないよそれ多分。あれ、マリオそんなに帽子ふわふわだったかな。マリオだよ、世界のマリオだよ、ニンテンドーだよ。そこのことなんか遅刻ね、いつもなんか遅刻ね。それあれじゃない、なんかスマブラのコピーじゃない。マリオさんちょっと具合悪いの、お腹痛いの。マリオさん大丈夫？口元に焼けてるけど大丈夫？あめちゃん食べる？え、でもゲイさんすごいよ。俺すごく1分以上食べてたよ。うるせえだよお前。笑わすなよ。まあということで、まあ1回戦目、はい、こんなところでね。はい、疲れた。はい、1回戦目はこんな、ちょっと呼吸が荒いんで、ちょっと怪しいね。この簡単なお題でこのレベルだったからね。そうだよ、次ちょっと難しいから。次難しくなるよね。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ第2回戦目。第2回戦ちょっと難しいというか情報量が多いですね。情報量が多い、はい、さあ引いてください、ゲンさん、はい、いやもうこれは僕は予想しますよ、はい、昨今騒がしてるいるでしょうやつが。モルカー。え、モルカー。モルカー出るなら1回戦目じゃない。確かに騒がしてたけど。じゃあいきますよ。よし、最初はグー、最初はグー、ジャケポン。勝った。じゃあこれにするわ。いいんだそれ。じゃあ僕これにするわ。それに行く？じゃあ行きますよ。行くよ。せーの、ドン。え、やばい。確かに昨今騒がせコンビじゃん。いやもう本当だよ、黒線。やめろ。早すく打つね。え、じゃあ、はい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 、これはもうね、最近大人気の呪術回戦から。かそう、呪術回戦の主人公の虎杖悠仁くん。まあ、さやがまだ呪術にハマる前にミニシラでさやを試したっていうやつ動画があるんで、ね、読んだらもうズブズブしましたね、うん、めっちゃ面白かったです。ズブズブしましたね。これでもさやさ、チェーンソーマンですね。そう、チェーンソーマン、これアニメ化しますね今度。そうですね、はい、私ね1巻しか読んでないのよ。だよね、さやだって覚えてないでしょ、知らんでしょ、書けないでしょ今。なんか真ん中になんかメジャーがついてるってのだけ知ってる、うん、チェーンソーだよ。なんでメジャーがついて、何を測るの。今回そう、細部までは覚えてないじゃないですか。やっぱ絵したるもの、資料をちゃんと見て書くという。あー、なるほどね。息を止めてる間に、うん、資料も検索してください。何言ってんのお前。もう資料検索してもう30秒終わるじゃんこれ。タップ能力も試されるっていう。もはやもうさ、やっぱ絵したるもの、絵師関係ねえんだよだから。じゃあお互い携帯準備してください。はい、じゃあ行きますか、はい、ほら今更ながら久々に出てきましたけど、自分たちで書いたスマホです。あ、そうそうそう。あの、もしよかったらこちらから見てください。かんダメだ、宣伝が1本までしか許されない。じゃあゲンさん、虎杖悠仁、はい、行きます。今検索しております。あ、見つけた見つけた、いた、いい、いい、虎杖くんはいた。お、もうやばい、見て、30秒経ったってここから書き始めますよ。さっきゲンさん1分だったから、実質30秒で虎杖くんを書かなきゃいけないってわけです。虎杖くんめっちゃ顔いいな。なんかゲンさん喋ってくれないんだけど、寂しいな。ねえ喋ろうよ、ねえねえねえ、一人一人ぼっちは嫌だよ。ゲンさん。ねえ、泣いちゃいそう。夏目さんちも終わりかもしれない。旦那さんが奥さんの話を聞いてくれないんですよ。ねえ、鼻の穴に指突っ込んでもいい？すごいなんかノリノリだよ。え、待って、なんかさ、ちょっとパーツ足りないよ。すごい、だってこの虎杖くんが千鳥出してるしね、すごい極戦だよ。あのね、うん、もう想像以上にダメ、うん、だってもう後頭部足りてないもんね、焦りすぎて。ダメだよ、書き足して、ね、書き足して、うん、ごめん、息やめなよ、ごめん。むずいよ、いやむずい。え、でもさ、わかるでしょ。いや、わかる、虎杖くんでしょ、一応、うん、ね、はい、じゃあ第2回戦目のさやさん、デンジくん、はい、いきます、よーい。
さあ、さやさん、デンジ君をまずは調べるところから。しかも僕一回、板取君は割とね、知ってるキャラだったからね。あれだったけど、さや、デンジ君一度も多分人生で書いたことないはず。もう分かった。分かったらしいですよ。しかもデンジ君難しいのがさ、チェーンソーを書かなきゃいけないんですよね。チェーンソーが書かれてないチェーンソーマンなんてもうそんなに認められないもんね。だからね、ちゃんと書けるんでしょうか、さやさんは。デンジだと分からせるデザインで、かつ、その目さ、その目あいつじゃねえそれなんか永遠の消防隊の作者さんのあの画風じゃないですか。それどうしたんですか、さやさん。まあでも確かに似た目をしてるのか。あ、出たポチタ出たさあどうなるんですか。なんかポチタが化け物みたいになってんの。ただでさえ化け物なの。はい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 。あ、さやさん死んじゃう。あらら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 。助け求めんなよ。待って無理無理マジ無理。やばいね。何これ、わかもう分かる。これ何、服の中でシワみたいなやつを書こうと思ったんだけど、思考能力低下してんじゃん完全に。やばいよ、お花畑見えてんじゃん。ちょっとサボテンみたいになってんの、完全にサボテン、完全になんかチェーンソーマンじゃない、サボテンマンだよこれ。じゃあ第3回戦目行く前に、せっかくだからね。せっかくなんで、行かなかったこのルフィと炭治郎、これだったらさやは炭治郎書き慣れてたし、でルフィとか僕昔からワンピース読んでるから魂ですもんね、書けるんじゃねえかということで、じゃあいきますよ。できますか。よーい、なんだこの動画、なんだこの動画ルフィ炭治郎ですよ。わかる、じゃあ3回戦目は、はい、我々が普段好きで書いているものをお題のカードしたんですね。はい、書いてまいりました。まあ、自分たちが普段書いてるような好きなもんだったらさすがに書けるだろうと。いや、そうそう、やっぱ正確に書かなきゃいけないってのあるけど、これはもうオリジナルだから考えながら、僕たちは手癖でいけるというわけですか。じゃあ、でも手癖で、え、待って、でもそれさ、罠あるんだけどさ、さやのやつを僕が引いちゃう可能性は、そういうこともある。あるんだ。うん、ある。そこら辺ガバガバなんだよねえ。はい、じゃあいきましょうか。じゃあいきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。どういうどういう、あ、はみ出ちゃった、はみ出ちゃったんだ。あいこだった、今。あいこなんだ今。最初はグーじゃんけんぽい。なんなんそれは、負けちゃった、初期なんだ。じゃあゲイさんからいいよ。これでいいや。それ、うん、いいの、そんなインスタントに決めちゃって。インスタントに決める意見ないだろ、判断材料が。じゃあ混ぜちゃおう。どうぞ。これじゃあいきます。いきます。最終戦、多分手癖で書ける、はい、か、もしくは、はい、相手の書かされる、詰まり解、夫理解が試されるか。せーの、でどん。あ、それさやさんのやつだよ。宇宙の最果てにあると言われる楽園の星を追放され、命を司る能力を持ちながらも荒廃した星で孤独に暮らす青年、かっこ美しいです指定が怖かすぎんだろうよ。これ1時間あっても書けねえよこれ。あ、それが引っ込み思案のつよつよ。なんでワードがそんなにふわふわしてんだよ、そっち。しかもそれどっちかというと僕っぽいネタじゃん。確かに。お互い引いてないじゃん、書けるよっつって引いてんのに。いきます。最終戦、引っ込み思案つよつよ魔女と宇宙の最果てにあると言われる楽園の星を追放され命を司る能力を持ちながらも荒廃した星で孤独に暮らす青年かっこ美少年を書いていきたいと思います。めちゃめちゃ酸素つこってる。もう今ワンブレスチャレンジした。やばい、すげえ顔してる。ガマガエルみたいな顔してる。
にここお絵かきチャンネルか。はい、せーの、の、はい、疲労困憊。いやなんかねちょっとね、あのおリボンいっぱいつけてたら、ちょっとおリボンに炭素パワー SP 使いすぎちゃって、でこう前髪隠れてて、こうちょっとおどっとしてる感じの子がほうきね、ほうきに乗ってるんで、持ち巾着に乗っちゃったんですけど、持ち巾着に乗った女の子を描いたんですよ。そう、引っ込み思案だと持ち巾着に乗るんです。乗らねえよ。なるほど、まあでも、でも分かる分かる、はい、ぽいわ、じゃあ源さんの宇宙の最果てにあると言われる楽園の星を追放される命をつかさる能力を持ちながらも荒廃した星で孤独に暮らす青年、かっこ美しいをかけた、いい感じだね。なんでお前一息なんだお前。どう星から追放されて、すごいなんかこうカッピカピの砂漠みたいな場所よ、でそこでこうちょっと砂漠のど真ん中で座って休憩してる中、一緒に旅してる相棒のよくわからん肝生物、あこれ生物なんだ、これ肝生物、ちょっとこれ補足していい、命を司る能力で砂漠で怪我してるこの肝生物を助ける、あの首から上はヘビみたいになってて、下はカメみたいになってて、よく懐いてる、かわいい、あいいじゃん、そういい感じで、なんか息止めてた本当に、ストーリーまで生まれてる、エラ呼吸してたんじゃない。ゲンさん、あのこれもし不正では、エラ呼吸してたから、エラ呼吸、えこれエラ呼吸をしていたという不正では、もう逆に言うとエラ呼吸できた人類だったらもう呼吸すべきだ。いやもうゲンさん、もうこれはあの不正が見つかったので、はい、法廷で会いましょう。どっか行っちゃった。はい、ということでやっていきましょう、息止めチャレンジ30分、30分、はい、もう恐ろしいですよ、はい、これあの一応ね、こう息止めて交互にやってるんですけど、そうなんです、交互に書いてるんです、息が限界を迎えるまで書いて、お互い途中でブワーって果たしてこのチャレンジは何の意味があるのかっていう、なんか途中でね、そうだからいろんな、これは意味があるのか、ワンブレスでもないし、30分だしリレーだし、一体なんだこの動画はっていう、ね、いやでもね、あれですよ、かつてないスピードで出来上がってるんですよ、確かにね、でもこれやっぱね、なんていうのこのなんか生命の危機を感じてるよね。己のさ、限界にさ挑んでるからさ、あの駆け上がるのも早いんだよね、早い、あの線はよれてる、線はよれてる、あの、ね、もうね、丁寧な線を引いてたり丁寧な色を塗ってる場合ではないと、はい、いやでもあのそうですね、あと集英社さんで書いた以来の炭治郎じゃないですかね、あ、書いたというか塗った以来の、だからゲンさんがね、ちょっとちゃんとあのそう、あの後藤家先生風に寄せてる、あ、そうあの手癖で、あの時の癖で、あの時ね、はい、あの時習得した呼吸でね、そう、全集中で、ね、でも呼吸はしてないけどね、呼吸、うるせえな、ゼーハーしちゃうよもう、いやー、はい、この後、我々の末路、見届けてくれ、8、7、6、5、4、3、2、1、もうやりたくない、やりたくない。まあ、あの、わかるね。炭治郎にはなった。うん、炭治郎であるんだ。なりました、うん。うん、なりましたが、なんかこう、線がヨレヨレしてる。うん、なんか、疲れてるのかなってか、そう。すごく苦しそう。苦しい感じが、全面に出てる。全面に出ましたね。